来週はニュースが週は残念なお知らせが皆さんにあります。この番組も残すところあと3回となったんですよ。本当に憲法改正の中身について対応してるのは2人ですから、消費税減税はあるのかないのか。減税は難しいでしょ、うん、経団連が意見言うとなかなかひっくり返すのは難しいです。ふざけんじゃないですよ。残念でも何でもないですよ。結構ですよ、やってくださいよ。日本は損するけどねって言うだけのこと。楽しみに。